こんにちは。2020年3月24日、ウェブ朝倉学校第17回、本日は数学の作図の問題をやります。よろしくお願いします。それでは、まず作図とは何かということからまとめていきたいと思うんですが、作図とは何かということですね。はい、作図とは円を描いたり線分の長さを写し取るためのコンパス、そして直線を引くための定規だけを使って目的の線を描いたり点の位置を確定させることです。で、この作図の多くはひし形の性質を使っています。で、ひし形というのはこの形ですね。で、ひし形で有名なのはこれです。4辺の長さが等しいということがひし形で有名ですけど、このひし形の性質にはその4辺の長さが等しいことに派生して、2つの、さまざまな性質があるんですけど、1つは対角線がそれぞれを2等分するということです。1つは対角線がそれぞれを2等分するということです。そして対角線が直角に交わるということです。そして、この対角線がそれぞれの頂点の角を2等分するという性質もあります。で、この性質ですね、この赤で書いた性質がこれから作図で使われていることを確認していきますので、よく見ておいてください。で、その実際にひし形の性質がそうであるということを前にお示した三角定規、同じ形の三角定規を4つ組み合わせる形で確認していきましょう。これ、90度、30度、60度のいわゆる小学校で使う三角定規のうち、とんがった三角定規の方ですが、この形です。ひし形ですね。これひし形になっております。で、ひし形の時にそれぞれの対角線が、垂直に交わってます。そして、その対角線がそれぞれを2等分している。これが同じ長さになってますね。そして、この頂角を2等分しているという形になってます。で、この性質をよくこの図とこの図は、同じことを示してますので、現物と図で、よく見ておいてください。それでは次に、中学で使われる代表的な作図について見ておきます。線分 AB の垂直二等分線、それから線分 AB の垂直二等分線というのはどういう形かというと、線分 AB を垂直に2等分する形ですので、こうですね、このちょうどここら辺に線が描ける、これが垂直2等分線ですね。で、角 XOB の2等分線というのはここのこんな感じですね。2等分されるはずです。そして点 P からの直線への垂線と、この点 P からこう垂直に線を下ろすと。で、それから点 P を通る直線への垂線、直線 P が直線上にあって、ここから垂線を引くという、この4つの作図がよく聞かれます。それではちょっと YouTube を見てる人はここで止めて、実際作図どうだったのかということを思い出して次を見てください。それでは次に行きます。線分の垂直二等分線はこの描き方になります。はい、この AB を A を起点に円を描くんですね。コンパスで円を描きます。で、B を起点に同じ幅で円を描きます。そしてそれぞれの2つの円の交点をこう結ぶと、これが垂直二等分線になってるんですね。で、なぜかというと、ここにひし形ができてるんです。これ同じ円の半径ですから、これ半径一緒。で、これも半径一緒ですので、4つの辺が等しいひし形になってます。ひし形になってるから、そのひし形は対角線をお互いが2等分するので、垂直で2等分するので、まさに垂直二等分線になってるんですね。はい。で、実は、線分の垂直二等分線ということに関して、もう一点知っておいてほしいのは、この垂直二等分線は垂直二等分線と表現されればすぐにわかるんだけど、別の表現の仕方があります。2つの点 AB から等しい距離にある線分の集合、例えばこの点は
A と B との距離等しいですね。 A からの距離と B からの距離で、この点も A からの距離と B からの距離が等しいんです。で、この点も A からの距離と B からの距離が等しいと。で、2つの点から等しい距離にある点の集合体が垂直二等分線です。垂直二等分線と書くと皆さんできるんですが、別の表現で2点 AB から等しい距離になる点の集合と書かれると垂直二等分線と気づかない人もいますので、同じことだということを、押さえておいてください。じゃあ次に角の二等分線について考えてみたいと思います。角の二等分線ですね。角の二等分線、あれ、角の二等分線についてですが、これです。その二等分する角を起点にまず円を描きます。コンパスである程度の幅を取って円を描きます。で、同じ幅で、ここを起点に円を描きます。で、ここを起点に円を描きます。そしてその2つの円の交点を結んだ、元の O と結んだものが角の二等分線になります。これが答えですね。で、なぜそうなるのかということなんですが、こういう形です。ここのところに実はこれ同じ円ですので、ここ長さ一緒、これも同じ長さで取ってますので、これ長さ一緒です。やっぱここにひし形ができてるんですね。で、ひし形ができてると、ひし形の、対角線は、その頂角を二等分するので角が二等分された形になります。さて、先ほどの垂直二等分線と同じなんですが、この角の二等分線には別の表現があります。別の表現、2つの半直線からの等しい距離にある点の集合体という表現ができます。この点からの、その直線の距離というのは、直線に下ろした垂線の長さのことを距離と言ってるんですね。そうすると、例えばこの青い、この点からはこの青い長さが距離になります。この OX までの。で、この長さも距離になります。そうすると、これとこれと等しいですね。で、この点からもこれ等しいです。つまり、角の二等分線の別の表現としては、2つの半直線からの等しい距離にある点の集合体ということになりますので、これが角の二等分線ということも押さえておいてください。それでは次に垂線の作図です。垂線の作図、垂線についてはこれですね。直線上にない一点からの直線への垂線は、まずある程度の幅取りをしてコンパスで描きます。そしてこれと ここを起点に、まあ、ここを起点にか、また同じ幅でコンパスを描き、ここを円を描き、ここを垂直に結ぶと、これが実は垂線になってるんですね。なぜかというと、やっぱここにもひし形を作ってるんですね。次に直線上の一点を通る垂線の作図なんですが、ここから円を描きます。半円でいいんですけど描きます。そしてここを起点に円、同じ幅で円を描いてこうなります。まあこうなります。で、同じ幅、これは違う幅にしてもいいんですけど、円を描きます。で、そうすると、で、最後この点と、この交点を結ぶと垂線になっております。で、これもやっぱりひし形を作ってるんですね。ということで、主要な作図はほぼひし形作りということになります。それでは、実際の入試問題で以上のことを確認していきましょう。で、まず2019年の問題が分かりやすいので、2019年千葉県公立高校入試の後期、これちょっと書き忘れてですけど、後期の問題です。図において点 A は直線 L 上の点、点 B は直線 L 上にない点である。この時点 A で、直線 L に、あれ、これ答えが出ちゃってるな、まずい、ごめんなさい、これですね、直線 L に接し点 B を通る、BPO を作図によって求めなさいということです。で、また円 O の中心の位置を示す点 O も書きなさい。先ほど間違えてちらりと見せてしまいましたけど、実は最初の問題はこれだけなんですね。本当にシンプルです。ここに線があって、ここに点が起こって、ここに B があるだけですね。で、こっから、この条件、点 A で直線 L に接する、こう接してこの B を取る、こんな感じの円ですね。こんな感じの円を正確に描きなさいということです。それでは、
どうしていくのかということですが、でこの時にちょっと円の性質について前にご説明した話を思い浮かべてほしいんですが、円の接線の性質なんですが、こういう性質があります。接点を通る、ごめんなさいね、ちょっと操作間違えてますね。これです。はい、接点を通る円の半径、接点と中心を通る直線と接線は直交するということですね。これ日常生活でいうと自転車のタイヤと地面との関係、そしてスポークとの関係ですね。自転車のタイヤの中心と、タイヤの部分を結んでいる棒ですね、細い棒、スポークと、地面の接線は、垂直に交わってますね。でこれは自転車のスポークがここにある時でも ここに接線があるとしたら、ここの接線と交わってる。それが証拠にこれが位置がここに来るときちんと接線と地面と垂直に交わる形になります。でこれは別の表現をすると、円のその、異なる2点を結ぶものを弦と言ってるんですけど、弦に対して、中心からまっすぐな線を引いてみるとそれは垂直に交わるんですね。垂直に交わります。でちょうど垂直に交わってなおかつこれ2等分するんです。でその弦がだんだんと短くなっていって、最後にギリギリの長さになったというか、もう長さゼロになった時に実はこの弦と、弦と言われていたものが最後長さゼロになった時に接線となったと考えれば、でこの垂直になるということの延長線上にここが垂直になるというのが、表現することができます。それではその話を踏まえて先ほどの作図の問題に戻ってみたいと思うんですが、こんな感じですね。はい、はい、接線 L に接する円ですから、さっきのここに、垂直の線を描ければその上に半径があるはずなんですね。ということでまず垂線を描いています。はい、先ほどの作図で垂線を描いています。でそうそう、このここにちょっと O って書いちゃってますけど、これちょっと消し忘れで、まだこの段階では O の正確に位置は分かってません。そしてこう垂線を描いたと。で次にじゃあ点 O の位置がどうなるかということですけど、もしここに円が描けたとしたら、円の半径は一緒ですので、この長さとこの長さは等しいはずです。ということはさっき出てきました、2点からの距離が等しい線ですね。で、実はこれは垂直二等分線なんです。AB の垂直二等分線になりますので、AB の垂直二等分線を次に描きます。これが AB の垂直二等分線ですね。で、その AB の垂直二等分線を描いてみると、この上に点 O があるはずですので、この上に点 O があり、この上に点 O があるから、この交点のところに点 O があると確定します。で、最後にこの O を中心に実際に円を描いてみると、目的の円が描けるという形ですね。という形です。それでは引き続いて2020年の、前期の問題を、考えてみましょう。スタンド図において点 A は直線 L 上の点、点 B は直線 L 上にない点であると。直線 L 上に点 P を取り、APB120 度となる直線 BP を作図してください。ここら辺に P があるはずなんですね。そしてここが120度になる。ここが120度になるということです。で、120度というのは初めて出てきましたね。さっき90、垂直というのは90度ですから、90度は作図できますよね、今までの流れの中で。でも120度というのはどうすればいいかということですけど、ここが120度になる。ということは、ここが60度になればいいんですね。60度になればいい。で、60度というのの作図の方法を知っていると、この問題が解けるヒントになりますので、60度の作図を考えてみたいと思います。で、60度の作図は何かというと、実はある図形を描くと、その図形の角度が60度なんですね。正三角形の角度は、実は全部内角が60度です。長さが三辺が等しいだけじゃなくて、内角も60度というのが特徴です。例えば、この直線上の AB を一辺とする正三角形を描けなさいって言ったら、本当はこっちの反対側にも、下側にも描けるんですけど、上側だけ表現してますけど、ここから円を描くと。で、ここから円を描くと。で、この AB の幅でね、
を半径として円を描くという形です。でそれを2つの円の交点を結ぶと、これがもう一つの頂点になりまして、これ正三角形になりまして、それぞれ内角が60度ということになります。ということになりますので、その性質を使うと先ほどの作図もヒントになりそうですので、ちょっと考えてみたいと思います。でまだかといっていきなりじゃあ60度120度が描ける正三角形を使って描けるかというと、どこにどう正三角形を描いたら目的に到達できるかがまだ分かりませんので、まずは垂線を描いています。 B から、直線に対して垂線を描いています。でその次にこの段階で ここの長さですね、この長さを一辺とする正三角形を描いてみるんです。はい、こうなります。はい、ここを幅取りしてこうして、今度こっちを起点に同じ幅で書き、ここに正三角形ができました。でそうすると正三角形を描くと、ここが60度ということが分かりますので、次に、ここに角の二等分線を引いてみると、ここが60度の半分で30度になります。で30度になると、ここが60度になる、これ90度30度なんで、ここが60度になってくれるから、ここが120度ということが目的のものに到達できるんですね。はい、それでは描いてみましょう。ここで今度はここを起点に角の二等分線を描いてみるんですね。でそうするとこうなります。でそうするとここ60度の半分で30度で、そして90度だから60度ということは目的の120度という形になります。以上で、2020年の問題も解けました。それでは今まで、パソコン画面上でやったんですが、実際に作図ができるというか、先ほどここで実は操作を間違って消えてしまったんで、今度は操作を間違えないようにしながら、消さないように、ちょっとボタンを押さないように注意しながら、はい、あ、うまくいったかな。それではやってみたいと思うんですが、先ほどの、慌てた中、あ、これだ、はい、慌てた中で、こう、焦ってしまったんです。今度、これを、ここだと明るすぎるのかな、大丈夫ですかね、もう試行錯誤でやってますので、こんな感じですね。まず垂直二等分線、はい、あ、垂直二等分線描いてみますよ。見えてるかな、はい、垂直二等分線描いてみます。はい、コンパスですね。まあ、適当な幅取りします。まあ、A からやりましょうか。A から適当な幅取りしまして、ちょっと、もうちょっと下まで行った方がいいか。AB の垂直二等分線の描き方。A から適当な幅取りして、ここ A を中心に置いて、ちょっと大きすぎたかな、こう、幅取りします。で、B からも同じ幅で、こう描きます。で、その間を結ぶと、垂直二等分線になります。はい。まずこれが垂直二等分線ですね。はい。これ垂直二等分線。じゃあ次に角の二等分線。はい。角の二等分線は、ここから、まあ、適当な幅で点 O を中心にしてこうやると。でそしてここから同じ幅でこうすると。で最後にここを結ぶわけですね。ここを結びますと、これが角の二等分線です。ここが角の二等分線になってます。じゃあ次、点 P からの垂線ですね。点 P からの垂線。P を中心に円を描きます。で、これは実は幅変えてもいいんですが、まあ幅変えずにやりましょう。
でその P と P 価を中心に描いた円とその交点の2点から同じ幅でそれぞれ円を描きます。はい、あれちょっとこんな感じですね。あれなんか大丈夫かな。でここを結ぶと、ちょっと画面見ながらなおかつなんかずれてる感じがするな。まあこんな形で垂線ができるんですね。あれなんか垂線じゃないような気がして、まあおかしいですね。ここはもう一回ちょっとずれすぎてますね。消しゴムがあるかな。消しゴム、ちょっとあのでまあちょっとパッと見つかんないんで次にこれをやってみましょう。これはこっからこう描きます。で ここはちょっと幅変えた方がいいと思うんですが、ちょっと幅を大きめにします。それで幅をここの幅とこの幅は一緒じゃないといけないですね。でそこでこっからちょっと垂線ということになります。それでは先ほどの問題のやつもやってみますか。はい、でこれはまず先ほど言ったようにこっからの垂線を引くんですね。 A からの垂線を引きます。で垂線を引くためにこっから円をこう半円を描いて、ここのそれぞれの交点を起点にちょっと幅を大きくして、ただ次はあれそうか、どうもおかしいと思ったらこの鉛筆が挟み方が緩くてずれてしまったんですね。こうとこうします。でその上でこれを結びます。これを結びます。はい、でその次に AB の垂直二等分線ですね。 AB の垂直二等分線を A から幅取ってこう書きます。で B から同じ幅でこう描きます。でここを結んでAB の垂直二等分線ができたと。でこの交点が O になるんですね。でこの交点でこの O を中心に OA の幅取りをして、 OB でもいいんですけど OA の幅取りをして描くと、あちょっと微妙にずれてますけど、まあほぼ円が描けたという形になります。はい、それでは最後に2020年の問題。はい、B から垂線を下ろします。そしてまあここからまた幅取りして、ここを結びますね。でそしてその次にここに正三角形を描くようにします。この幅を取りをして、この幅で、あれずれました、こうですね。でこの幅でこうしますと、ここを結ぶと、まあ、ここが正三角形になってるんですけど、まあ、今正三角形を作るのが目的じゃなくて、ここに60度の角度を作りたいんです。で60度の角度がここにできました。でその60度の角度に対する角の二等分線を作ります。こうですね。でここを結びます。でこれが実は答えになってる。これがBP で、ここが120度の角度になっているという形です。はい、そんな形で
実際作図ができますのでご確認いただければと思います。ちょっと画面を見ながらなおかつ喋りながらなおかつこのパス、スマホを操作しながらやりますのでちょっと一部、図が微妙にずれてる点はお許しいただければと思います。作図の基本点は前半のところで理論的に、パソコンで書いた図で示しましたのでそれと合わせてご確認いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。で今日は、ちょっと後半は後半編はなしということで作図は、この基本を理解していただければ、基礎は大丈夫ということで、また明日は化学反応式の後半をやることにいたします。はい、それで明日、小中学生の皆さん明日久しぶりに登校日ですよね、ぜひ友達と、いきなり2月28日に会えなくなってしまった友達を見ると思いますのでぜひ友達との一時を楽しんでください。それを登校日実現させるために私も市議会の中で発言していきましたけど明日ぜひ友達と先生と会う時間を大切にしてください。それではまた。ご清聴ありがとうございました。